皆さんこんにちは、ピッポです。今回ネイマール紹介していきたいと思います。ネイマールに関しては2週間前僕買って使ってたんですけど、その時に1回売って、で再度ね先週の CF 報酬で引くことができましたので、今回改めて紹介していこうと思います。ネイマールといえばスキル逆足55の選手の中の代表格の選手なんですけど、本作からはサウジのアルヒラルに移籍してしまったということで、パリではなくなったんですけど、相変わらず人気な選手ではありますね。ネイマールは左サイドだけできる選手です。トップ下ができればね、かなりスカットにも入れやすかったんですけど、なんだかんだ今作もね左ウィングできる選手は多いので、トップ下があったらなっていったところがありますね。能力的にはペースとシュートは年々下がってしまっているんですけど、ネイマールはやっぱりドリブルがめちゃくちゃ高い選手なので、全選手で一番ドリブルしやすいと言っても過言ではない選手でありますので、ドリブルを生かして突破していくっていうのがネイマールの使い方になってきますね。なのでケミストリースタイル的にはハンターが一番しっくりくるかなと考えてます。ペースとシュート上げてればとりあえずいいかなと個人的には考えてますね。シュート力79なんでホークでもいいかなと思うんですけど、それよりかはペースを8上げた方がネイマールに関してはいいのかなと考えております。ネイマールはプレイスタイルに関しても優秀ですね。鋭いパス、テクニカル、フレア、トリベーラ、俊足持ってるので、ここの5つに関しては個人的にはかなりありがたいなといったところですね。そしてプレイスタイルプラスはトリッカーなんですよね。これはより多くの固有モーションが出るって感じなんですけど、正直僕はトリッカーを存分には活かしきれてないんですけど、このプレイスタイルプラスのトリッカーのみストレーフドリブルが速くなるってことなので、トリッカーと俊足、そして加速88プラス8の96の加速を活かしてストレーフダッシュ入れて一気に相手をぶち抜くみたいな運用もこのネイマールはできますね。そしてトリベーラとフレア持ってるので、かなりおしゃれなプレーもできるというか、アウトでのシュートも上手だしっていうところもこのネイマールありますので、アウトカーブでロングシュート狙えるときはちょっと狙っていきたいなと思います。それでは試合映像どうぞ。さあネイマール、あ惜しい、加速やば、いいね、これ良かったね。外すか、惜しかったね。あ、惜しいちょっと遊びすぎ。あ、いいね、今最高。あ、いいパス、素晴らしい。来た、あ、惜しい。あー、トリベーラ、さすが、いいね、最高、完璧、これがネイマール、素晴らしい。惜しい、うまい、ナイス、トラップうま。はい、以上がネイマールの試合映像でした。最初左サイドで使ってて、その後ストライカー2トップの位置で使ってたんですけど、2トップだとかなり強いですね。サイドでもかなり強いんですけど、ネイマールに関してはシュート結構入るので、ストライカーで使ってあげた方がいいのかなと思いました。まあ、ストライカーというかトップ下でもいいんですけど、2トップないしはトップ下みたいな感じの使い方がこのネイマールは
一番強さを生かせるかなと思います。やっぱりドリブルがめちゃくちゃ軽い選手で、テクニカル持ってるので、R1 のコントロールスプリント相当軽いですね。ネイマールはやっぱりボディタイプがネイマールっていうところ、オンリーワンのボディタイプってところもあって、ドリブルに関しては今作使った選手の中で一番使用感いいかな。プテジャスとかもね、使ったんですけど、プテジャスよりもネイマールの方がやっぱり動かしやすいですね。あとペースも86なんですけど、加速が88と高いのと、この瞬速とトリッカーのプレスタルプラス持ってるので、ストレイフドリブルの加速、 L1 で溜めて一気にダッシュスプリントする時の加速がかなり速い選手なので、このネイマール一気に相手をぶち抜けるみたいなプレイもできるので、今作爆発的がかなり強化されたってところと、プラスして相当強いトップティアのアタッカーに返り咲いたなという印象ですね。最近僕はこのプテジャスをストライカーで使ってたんですけど、さすがに決定力はプテジャスの方が上かな。あとパス方面もさすがプテジャスの方がパスは上手いんですけど、ドリブルとペースに関してはネイマールの方が上かなという主張感ではありますので、プテジャスとネイマールに関してはネイマールの方が強いっていう方も中にはいるんじゃないかな。この2人並べて使うとかなり楽しそうだなっていう感覚ではありましたので、ちょっと試してみようかなと思います。さすがにエンバペよりは劣るけど、個人的にはレンタルのヴィニシウス、ワールドカップの大会に向けて何回か試運しましたけど、ネイマールの方がね強い気がするんですよね。やっぱシュートが入るってところと、ドリブルがネイマールの方がやっぱりいいってところがあって、個人的にはヴィニシウスよりもネイマールの方がスピード以外は結構好きな選手なので、しばらくサウジでケミ合わせして、ネイマールはチームの中心に据えて使っていきたいなと思います。今回初めて使ったんですけど、クリバリかなり良かったですね。クリバリはフィジカルが91あって、守備数値もしっかりあるってところ、そしてブロックとブルーザー持ってる選手なので、シュートブロックであったりタックルの精度が結構高いなっていう感覚がありました。アラウホと並べて使ってましたけど、同じぐらいの強さを感じたので、このクリバリ2000コイン以下で買える選手であって、アルヒラルってことでネイマールとチームも一緒ですし、かなりありなんじゃないかな。逆にこのボノは弱すぎたんで当分使いたくはないですね。キーパーはやっぱアイコンにして蹴り合わせするのが今作はいいかなと思いました。ほんと使っててイライラする、なんでこんなにニア抜かれんだよって感じだったので、ちょっともう使いたくないのでアイコンゴールキーパーを早めに買おうと思います。ちょっと話戻しますが、ネイマール相当強い選手なのでぜひ使ってみてください。30万以下で買える選手の中で一番強いんじゃないかな。ちょっとサウジってことで蹴り合わせ難しいですが、クリバリなんかと合わせてぜひ使ってみてください。今回の動画は以上となります。参考になったという方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では。